はい、どうも、沢田姉妹です。今回はですね、メダカボックスについてお話ししたいと思いますが、今回お付き合いくださるのはこの方です。どうもよろしくお願いします。徳松です。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあ、徳松さんはタッチの回に引き続き第2回目ということで。そうですね。もうついにソロデビューですから。まあ、前回はですね、まあ3人でしたからね。あ、そうですね。あ、まあ、今回はもう、アルフィーで言ったらもう坂崎みたいな。まあ、ついに一人でっていう。まあ、それが坂崎がどれほどの価値観なのかっていうのは微妙に分かりにくいですけど。まあ、前回の3人で言うと坂崎かな。若干髪型も坂崎みたいな感じで。あ、そうですか。やってるので、はい。まあ、今回は一人ですけど、まあ、ちょっと頑張っていきたいと思いますね。はい、よろしくお願いします。はい。まあ、今回そのメダカボックスの話をしようっていう話なんですけど、はい。まあ、そもそもがあのメダカボックス読み始めたきっかけは僕と小松さんなんですよ。そうらしいですね。そうですね。はい。あの、もともとね、ジャンプはもうすでに読んでない。そうみたいですよね。だからやっぱりね、その狭くて浅いやつら、まあこう、そのアニメとか漫画っていうテーマを取り上げてるんで、はい。もう僕としては、その沢田さんは当然ジャンプは読んでるんだろうと。うん。毎週欠かさず読んでるんだろうと思ってたんですけど、意外に読んでないんですね。そうなんですね。だからその、週刊誌を買うという、はいはいはい。風習というか、慣例というか、もうそれがもうなくなってしまったんで、はいはい、ああ、なるほど。ジャンプ漫画自体も、新しく何が始まったのかって知ること自体がそもそもない感じやったんですよ。ただそのメダカボックスっていうのは、はいはい、原作者が西尾維新。そうですね。有名な方なんですよね。まあ、その有名な方も僕はいまいちよく分かってないですけど。いません。僕もいまいち分かってないんですけど。ただ、その、何ですか？なんちゃら物語。化け物語。化け物語。あ、もうまた怒られてしまいますけど、ね、そうですね。で、今、二人とも一瞬ふんわりになったんで、どっちかしっかりしていきたいなそういう、まあ、ラロベの方、世界で有名な方なんだな、という認識だけはあったんで。後から知ったんですけれど、はい。そういう意味で、どんなものかなって一回見てみようって、一回見たことあったんですね。はいはい。その時はそんな面白いと思わへんかったから。ああ、なるほど。読む対象では全然なかったんですけど、まあ、徳松さんがなんか僕好きなメダカボックスなんですよってことを言われて、じゃあそんなに言うなら一回見てみようかと思って、はいはい、まあレンタルコミックでバーって何冊か適当に借りてきて、はいはい、読んだらおもろいやんけと思って、はいはいはい、もう全巻買ったんですよ。あ、もう買ったんですか。買いました。あ、本当ですか。今では毎回買ってますね。ああ、よかったです。だから僕はまあ変な話、こうジャンプをすごい義務的に見てるぐらいですね。使命感を持ってちょっともう幼き頃から読んでるんで。あ、そうですか。だから最初はなんかこうまあその基本的に全部読むので僕。もうこれ何がおもろいのこの漫画っていう漫画もジャンプっていうだけで。まあその、親戚の子だからみたいな感じで一応見るみたいな感じで読んでるんで。ジャンプという箱に収まってるから。まあしょうがない。ジャンプさんちの子ならっていう、まああれで読んでるんですけど、だから最初は僕もそんなにまあちょっと突拍子もない主人公の、まあ学園ドラマぐらいに思ってたんですけど、なんか、やっぱ読み続けてるうちに、すごいなんかこう思想的というか、なんか考えさせられる部分があって、あとやっぱり一番ポイントだったのは、なんかね、常にこう、打ち切りギリギリみたいなラインで戦ってたんですね。僕昔からそのジャンプ漫画において、その打ち切りになりそうなのを、なんかその弱いチームを応援したくなるみたいな、ちょっとそういう部分が、湧き上がってくるっていう力も借りて、ちょっとメダカボックスをちょっと応援して、で、まあ、たまたまね、沢田さんに勧めたら、ちょっと気に入っていただけたということなんで、はい。お話しさせていただきたいなと思っております。そうですね。はい、まあ何せよ、その、打ち切りギリギリも含めて、何かしらの魅力を常に感じてた漫画だっていうことだと思うので。そういうことですね。はいはい、はい。まあ、その感じのメダカボックスに関して、ああだこうだと今回は話していきましょう。はい。よろしくお願いします。はい。はい。じゃあ何から話していきますかね。そうですね。まあ、とりあえず、その、キャラクターみたいな話になってきますけど。まあ基本的にジャンプ漫画なんて、はいはいはい。前提になるのはキャラクターありき。キャラ先行です、ね。ありますからね。はいはいはい。じゃあキャラクターの話からしていきますか。 その前にですね。はい。そのまあ、狭さの話じゃないですけれど。うん。まあ、セマーさんにね、やっぱりこうやって、やっと一人で出れたわけなんで、やっぱり僕の、今回そのメダカボックスを話す前に、これだけはちょっと、語っておきたい不安みたいのがあるんですよね。不安？
ファンみたいなのがちょっとだけあるんで、はい、それをちょっと一回沢田さんと解消してからですね、はい、まあ、ここの部分は変な話、もうがっつり切っていただいて、じゃあちょっとその不安解消してからちょっと話し始めたいなと思うんですけど、はい、まあ、というわけでですね、はいはい、お聞きの皆様には、はい、ここまでの状態、はい、ものすごく早回しで、来てるんで、何を喋ってたかわからないと思いますけども。あ、そうですか。もうここまでの思いがすごかったんですけどね。はい。はい、まあ、ここから、はい、ここからはちゃんとメダカボックスの話をしましょう。そうですね。行きましょう。はい。じゃあ、キャラクターの話をしようっていう話でしたっけ？そうですね、キャラクターですね。はい。まあ、あれですか、誰が好きか話ですか？やっぱりそこら辺は基本的にしたいですね、やっぱり。うん。じゃあ、どっちからいきます？じゃあまあ僕から行きましょうかね。はい。だからまあとりあえずやっぱりそのどのキャラクター好きかみたいな話になるじゃないですか。ええ。だからやっぱりその人吉善吉くん。うん。やっぱここにみんなこう目が行っちゃうと思うんですけど、共感という意味では。そうですね。もちろん僕も共感という意味ではこの善吉くんなんですけど、ちなみにキャラクター人気投票なんかで言うと熊川、うんうんうん、磯木くんですよね。うんが1位らしいんですよ。ほうほう。はいはい。だから、なんか、ああいう、そのメダカちゃんとかじゃなくて、うん、やっぱりなんか最近キャラクター投票とかしても、なんかこう、ちょっとサブキャラ的な人が1位になっちゃうみたいな傾向がどうもあるらしいんで、うん、はいはい。そういう意味で、熊川さんらしいんですけど、うん、僕はなんだかんだ言ってですね、うん、やっぱ今回、安心さんに注目したいなと思ってます。ほうほうほう。パーフェクト超人なんですけれど、ちなみにその安心さんというキャラクターは。そうですね。ああ、そうそう、言うの忘れてました。今回ね、話す話の範囲としましてはですね。はいはいはい、はい。まあ、一応、僕個人的には、単行本派なんで。ああ、そうですね。ジャンプを読んでないっていうことですね。はい。15巻まで、はい、現在15巻までしか読んでないんですけど。ああ、なるほど。まあ、それ、ちょっとね、まあ話す前に言ってたんですけど、ね。はい。収録前に軽くネタバレ送らってしまいましたから。一応、話す範囲としては、15巻までの範囲でっていうことですね。いや、まあ、味も馴染み編完結まででいいんじゃないですか。そうですね。はい、もう、ちょうどもう、あと1本なんで、16巻で多分終わると思うんで、はい、まあ、ちょっとじゃあ、我慢してください。そうですね。単行本、はい、完全観光本派の人は、この先の話を聞かない方がいい。聞かない方がいい。はい。はい。だからまあ、その安心さんがですね、まあなんかその設定としては、よくわからないんですけれど、うんうん、なんかその宇宙が生まれる前より先に生まれてる人らしいんですよね。うん、だから要するになんか完璧な人なんですよ。ええ。はいはい。だからそういう人から見た世界っていうのは、うん、なんかもう全部どうでもよく見えるらしいんですよね。うん、だからそういうなんか、なんていうんですかね、寂しい考え方じゃないですか。はい。けどなんか僕は、なんかそういうとこが、わかるって言うと、うん、お前ごときにってなったけど、うん、なんかね、ちょっとそういうなんかその今世の中冷めてるみたいなとこあるじゃないですか。うん、だからその安心さんみたいに、まあ別に悪も、うん、善も、うん、私から見たら全て一緒よみたいな、うん、なんかちょっと冷めたキャラクターがですね、うん、すごい僕の中でね、ヒットしてるんですよ、ね。ああ、なるほどね。はいはい。そういうの。だからその、熊川くんみたいになると、うん、あれは究極の卑屈人間。まあまあまあ、うん。そういう設定じゃないですか。そうですね。だからサメっぷりがね、なかなかこう、今後そのどの位置で活躍していくのかなっていうのが、うん、気になってるところで、なるね、ちなみに今回はそれがネタバレになっちゃうんですけれど。そうですね。やっぱりこの安心さんの話をすると、はい。その話の根幹に携わるところに触れてしまいますから。触れてしまうんで。まあまあ、それは仕方がないでしょう。これじゃあ言わざるを得ないんで、はい、言う形でいいですかね。いいですよ。まあ、最終的に安心さんも自殺しようとするんですよね。負けちゃう、その勝負に勝つんです。はい。勝負に勝ったことに虚しさを感じて自殺しようとするんですよ。ほうほう。それを主人公であるメダカちゃんに止められてですね。うん。なかなか人生うまくいかねえなっていう感じでですね。うん。まあ、改心するっていうのかわからないですけれど。うん。そこでやっぱりその生きてる感じを初めて得るっていう、そういう展開になっております。なるほどね。はい。まあ、だからまあ話だけ聞いたらね。うん。
まあ、どんな展開だっちゅう話ですけれど、やっぱり、その、この漫画のテーマみたいになってますけれど、うん、やっぱりこう、生きてることは劇的だと。うん、ああ、なるほど。これから僕も生きていれば、うん、ひょっとしたら何か劇的なことがあるかもと、思わされました。うん、なんかいろんなところを経て結論が何か出てしまいましたけど。そうですね。なんか今、ちょっと読書感想文みたいに。最後の方なってましたけど。あ、そうですか。僕はそういう印象、まあ、好きなキャラクターを喋ろうっていう話だったのに、はいはい、何かすごい思想をめいたものが出てしまいましたけど。そうですね。まあそういう意味で僕はその安心さんがですね、うん、その冷めた考え方がですね、うん、今後どういうふうにほぐれていくのかっていう意味でも、うん、安心さんにちょっとこう愛らしさみたいなね、うん、うん、感じちゃいましたね。なるほどね。以上。まあ以上。まあこれが今後あと不倫になればなと思いますけど、ね。あ、そうですか。とりあえず今もう、クラスメートから拍手を受けたんで、もう、今着席した状態です。まあ好きなキャラクターが誰かという話で言うと、はい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 、確かにその、おっしゃるように、その、この漫画を読んでて、はいはいはい、その、登場人物目線としては人吉くんですよ。そうですね。やっぱ僕も人吉くん好きやなって思うんで。ですよね。はいはい。でも、まあその熊川が人気あるっていうのもわかるんですよね。はい、なんかその、なんていうかな、その、出てきた時はすごい最強のキャラみたいな感じになってましたけど、はいはいはい、今となってはものすごいなんか逆に共感得れそうなキャラになってるし、ね、逆に親しみのあるキャラになってきてますよね。なんか可愛げがあったらするじゃないですか。そうですね。人気が出てるんかな。はい、まあ、細かも、うん、まあ、好きかって言われて好きですけど、はい、どうやろうな、このね、メダカボックスのキャラクターって、どいつもこいつも癖が強いから、そうですね。まあ、やっぱり、その、一人選べって言われるとなかなか難しいところがあんねんけどな、うん、もうキャラ造形的にはね、僕的には働かないっていうアイマスクつけたあの人とか好きです。なるほど。あの子かわいいな、みたいな。あの子かわいい。そうしょ。キャラ造形。まだ素顔は出てきてないですけど。はい、まあおそらくかわいいでしょう、ね。そうでしょ。ああいう人とか好きなんですけど、ね、誰か一人って選ばれて誰かなってなると、やっぱり僕も安心さんですよ。あ、やっぱ安心さんですか。はい、まあ、単純に僕は、安心さんの中学時代のキャラ造形がヒットっていうのがあるんですけど。なるほど。あのセーラー服時代。そうです、そうです。あの時がかわいいなっていう。だから安心さんも初登場した時はなんかそのあんな人だと思わなかった。そうでしょう。そう設定じゃなかったですよね、うん、なんかただどっちかやったらいいもんな風で出てきてましたから。そうですよね。なんかちょっと被害者ぐらいのね、うん、もう感じで出てきたんで、もう最後の方はもう最強キャラみたいになっちゃってまして。うん、でもね、そのね、その徳松さんがね、その安心さんに惹かれると。はいはい、はい。その理由もね、大いに僕が説明してあげましょう。あ、本当ですか。はい。もう分析済みです。分析というか、まあ僕が感じた行動でしかないんですけど。はい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 、はい。そしてこれはですね、その、はい、メダカに興味を抱かないっていうこととね、まあ、はい、あ、そうですね、近い理由でもあるわけですよ。はいはい。というのも、この、つくづくこの漫画読んでて思うのがですね、はい。こう、何でもできるやつだからこその孤独みたいなのがすごい描かれてるんですよ。ああ、そういう人の集まりみたいなのがあるんですね。そうなんですよ。結局、その、はい、アブノーマルとか、ノットイコールとか、ね、マイナスとかって言っても、どこかのパラメーターにめちゃめちゃ振られてるわけですよ。はいはい、はい。極端にね。そうですね。で、そういう人たちっていうのは、はい、そこだけを突出してしまってるがゆえの、はいはい、特別な人なわけですよ。そうですね。で、特別な人がゆえに、その特別な人の考え方とか価値観っていうのを共有してくれる人が周りにいないんですよ。で、結果、孤独になっていくんですよ、はい、そういう人っていうのは。そうですね。はいはい。で、そういう人たちの集まりなんですよね。はいはい、はい。で、人が、なんで、そういうところに惹かれるかっていうと、その、足りない隙間を埋めてあげようって気持ちが働くからなんですよね。はい、で、そういう意味で、その、安心さんなんかは、その、完璧がゆえの孤独っていうのを、何やったら宇宙が誕生する前から、こう、欲しいですね。始まってたわけでしょ。はい。で、やっぱり、そういうとこから、なんか感じ取られる寂しさみたいなものをですね、はい、多分、徳松さんとかは感じ、はい、ほのかに感じ取っていたんですよ。ああ、なるほど。僕が感じ取ってるんですかね。はい、埋めてあげたいな、みたいな感じのところ。埋めて、そうですね。埋めてあげたいな、うん、まあ、僕個人には無理ですけれど。労働的にも働きかけるじゃないけれども、やっぱりその、はい、穴がない人は近寄りがたいから、ああ、そうですね。好きになりにくいんですよね。はい。だからね、すごい、そうですね。確かに本当に、別に僕はどっちかというとそんな孤独な人間ではないとは思ってるんですけれど、うん、
意外にこう冷静に振り返ると、あ、そういえば孤独だったなっていうところも思い当たるので、なんかね、孤独さっていうのは人間誰しも一度は経験したことがある、はい、そうですよね。でそしてその孤独はとても寂しいってことも感じたことがあると思うんですよ。で、安心さんはどこか絶対そこを感じてるはずなんですね。はいはいはい。で、しかもその理由が自分自身に問題があるわけです。自分自身に問題っていうか、自分自身が問題なわけじゃないですか。はいはい、はい。完璧か、完璧するかゆえにっていう。はい。で、そこで、こう、孤独を感じるってことは、あえて逆に人間らしい感情なわけですよ。で、一見完璧な人であったとしても、そういう人間らしい感情を持ってると、すごくそこにこう、共感を持てるというか、好きになる。うん、きっかけになりますよね。はいはい。だから僕は安心さんがそう好きなんですね、僕は。ああ、なるほど。逆にメダカはそこがないんですよ。ああ、今んとこそうですね。そうでしょ。はいはい。だから僕メダカすごい嫌いなんですよ、ね。ああ、なるほど。まあけどこれもね、ちょっとネタバレになっちゃうんですけどね。うん、ちょっと弱さ見せますよ。そうなんですか？それは、今の。16巻で多分弱さ見せちゃう。なるほど。まあそうなると、転ぶかもしれないですね、はい、僕はね。あ、そうです。僕は今までこの僕は、15巻以降の、展開はその徳松さんからの話をちらっと聞いただけですけど、そうですね、少なくとも15巻まで読む限りは、はいはいはい、その好きになる要素がすごいなくて、メダカに対して。なるほど。でそもそもそのジャンプで新連載が始まった時も、はい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 、そのなんかこの近寄りがたいキャラクターはなんか好きになれへんなみたいなのがあって、なんか僕は読むのをやめてしまった口なんですよ。ああ、なるほど。ただそのバトル編に入ってからは、はいはいはい、そのメダカのキャラクターがどうこうよりも、はい、単純にその展開が面白いなと思ってたから読めたっていうのと、そのメダカのそばに常にこう人吉くんがいるから、 そうですね、その目線で共感することができたから面白いなと思えたっていう話なんですね。ただ今後以降メダカも何かこう寂しさを見せる、そうですね、まあ、寂しさっていうかやっぱりその愛らしさみたいなのちょっと見せちゃってますね。まあこれまあネタバレですけれど、まあ流れ上多分後で言いますけれど、やっぱりその沢田さんが言ったみたいに言われてみると、あのメダカボックスっていう漫画は孤独人間大集合みたいな漫画ですね。あれ確かに、そうですよ。いや本当に、まあ主人公からしてそういう設定なので。で突き抜けた孤独な奴らが集まるからこそそこに連帯とかが生まれてるわけですよ。そうですよね。まあけどやっぱり、そのメダカちゃんでもですね、まあそのネタバレにいきなりなっちゃいますけれど、うん、あの生徒会の選挙っていうのが行われるんですけど、うん、負けちゃうんですよね。そう。ひとよしくんに投票率で負けちゃうんですよ。うん。それで、新生徒会長に人吉くんが、立候補して、当選しちゃうという、結果になった時の、メダカちゃんの動揺具合が半端じゃなくて。あ、そこ動揺するんですか？動揺しちゃってですね、うん、よかったじゃないか、人吉、つってるんですけど、うんうん、もう泣きそうな顔になってですね。あ、それ、そういうのいいですね。はいはい。いや、だから、うん。はいはい。だからその15巻まで読んでたら、その人吉がメダカに挑戦するっていう展開になってて、はい、まあ、結果としてその生徒会選挙どうなるかってとこで終わってるから、うん、そうなんですよね。でそこで僕は なんやろな、それすらも認めてしまったら本当にメダカに対して魅力がないなと思ってたんで、うん、はい、完璧すぎるじゃないですか、その自分の負けすらも認めてしまうっていうのは。いや、本当にそうですね。でもそこは動揺するんですね。そこは動揺してですね、で最終的になんかちょっとセリフは正確にちょっと覚えてないんですけれど、ほう、すいませんでしたぐらい、今まですみませんでしたぐらいの感じのことを言い出してですね、非常に、なんていうんですかね、低姿勢な部分をですね、見せて、そこがすごい、良くてですね、だからこれ16巻ぐらいになってたら、安心さんより、こう、メダカちゃんに移行してる。マジですか。可能性が、ちょっと沢田さんもあるぐらい。いやー、でもね、まだちょっとわかんないのが、これはもう人捨ての話でしかないから、はい、実際にその漫画のその展開を読んだ時に、はい、そこに何かしらの策略、各策、あざとさを、を見えてしまうと、ちょっと僕はダメかもしれないですね。あ、本当ですか。なかなかやっぱり沢田さん、さすが疑い深いです。いや、だから、はいはい。やっぱ僕が漫画読むときは、なんか、まあ、いかにこう、
その漫画の登場人物が生きてるかのように見るっていうのが、まあ僕の趣味なんですけど。ああ、そういうことです、ね。そういう意味では、その人間ってその弱さってそんな素直に認められないじゃないですか。うん。逆に自分のその弱さを指摘されたり、はいはい、完全に叩きのめされたっていう位置になった時に、はいはい、それを素直に認められる人間は逆に疑い深いんですよ。僕はね。あ、なるほど。そこで、そこで改心したんだねっていうふうにはならない、ね。そんな簡単にならんやろっていうのがあるから、もしメダカがそうであるならば逆に、まあ、お前なんか企んでやがるなって思うわけですね。まあ、企みというか、何か人としてどこか欠けてるんじゃないのっていうふうに思ってしまうんで。あ、なるほど。どっちかはちょっと見てみないとわからない。あ、本当ですか。じゃあ、ちょっとそれは16巻の方で、ちょっと確認していただきたいなと思うんですけれど。そういう意味で、アンシンさんはなんか、はい、能力としてはすごく完璧なんですけど、はいはい、なんか漫画の中での彼女って結構人間らしいですから、はいはい、その言ってる発言であるとか、まあそうなんですよね。結局、だからまあ、その、なんていうんですか、何年、何億年生きたとかも、うん、もう本当に設定に無理があるぐらい、逆に幼いような発想なんですよね、うん。はい。だからその漫画の中でも、最後にこう、メダカちゃんに、お前は1年生からやり直しだっつって、うん、1年生として入学するっていうシーンもあるぐらいで、ほうほう、はい。だからまあ、そういう意味でなんかこう、完璧に見える人ほど、不完全みたいなところを、うん、まあ、意外に描いてるなって。でもさ、完璧に見える人が不完全ってことを安心さんに描いてしまったら、はいはいはい、じゃまさにメダカはどうなっていくんですか？いやだからメダカちゃんとかでも、その完全であることが不完全みたいなことは結構ひとし君にガツガツ言われてますからね。いやでもそのテーマも安心さんで完結してしまったわけでしょ？じゃあ、今後の展開としてメダカを使って何を描くのかって話じゃないですか？いやだからね、そういう意味ではちょっと画期的なことを言うかもしれないですけれど、今回そのメダカちゃんが完璧だったのがちょっと崩れたことによってですね、うん、完全に漫画としての魅力がなくなったんじゃないかなって思ってるんですけどね。それを証明するかのようにですね、うん、もう今回ジャンプで一番ケツでしたからね。あ、だからちょっと改心しちゃったことで、ちょっと読者離れちゃったんじゃないかなっていうぐらい、ね。あ、どうなんかな。なんかその、一番最初に言ってましたけど、その、いつ打ち気になるのかっていう不安感っていうのは常にこの漫画に付きまとって言ってるじゃないですか。だから、そこら辺の不安感をうまく利用して、来週あたりはまたぐっと伸びるかもしれないですけれど。なんかね、その、僕はそのジャンプを読んでないから、その、ギリギリ感はわかんないけど。あ、なるほど、ギリギリ感。なんかその、メダカボックス全部読んで、ああ、はいはい、面白いなと思って、そう、インターネット上でちょっとみんなの感想を見てみようと調べたら、はいはい、すごい評価がバッツリ分かれるんですよ、この漫画。ああ、分かれるんですか。なんかめっちゃおもんないって言ってる人と、はい、おもろいって言ってる人がめっちゃバッツリ分かれるなと思って、はいはい、そうなんやと思って、みんながみんな面白いって言ってるわけちゃうんやと思って。そうです。あれってけど、評価は高いんですよね、多分。どうなんでしょうね、なんか、うん、なんかね、全くもってその漫画の展開が受け入れられない人とか、あ、単純にキャラクターに全然共感とか感情にもできないとか。まあまあまあ。まあ、けど、そのジャンプの中では、やっぱりそのワンピースだ、ナルトだっつってるんで、うん、やっぱりちょっとなんか、小難しいというか、まずあれ、小学生読んでも面白くないですよ。あ、それはあるかもね。なんかね、はい、明らかにこれって、昔、ジャンプを読んでた世代に対しての漫画じゃないですか。やっぱジャンプとか、まあ、少年誌自体がもうそうなっちゃってるんですかね、やっぱり。明らかに対象がちょっと上でしょ、これって。そうですよね。だから僕、ジャンプ最近見てて、これ、ちっちゃい子わかるのなんて、やっぱ思いますからね。だからそれのメダカボックスなんか最たるものだと思うんですけどね。うん、まあ、でも、小学生からすると、はいはいはい。なんか能力で戦ってるだけで面白いんじゃないですか。まあそうですね。まああとはちょっとしたこうパンツとかで。あ、ちょっと、ちょい色的なところが。そうですね。僕が小学校の時のヌーベー的なポジションとして捉えてるのかもしれないですね。ああ、なるほどね。うん、いやだからまあその沢田さんにはその打ち切り感というのは多分伝わってないと思うんですけど、うん、だからその単行本とか見て、あ、山場が来たなと思った時の回は大体山場だと思っていただいて。リアルでも山場みたいな。いいぐらい、その上下運動が激しいんで。単純にそれは、原稿の入りが遅かったとかじゃなくて。いやー、あれどういうシステムでかわからないですけどね。なんか僕はそういうの感じます。僕のなんかその感情に、似てる気がするんで、浮き沈みが。パロメーターになってんの？パロメーターがなんかうまく表現、なんかやばいって思ったらなんかちゃんと次の週こう上がってみたいなところがあるんで。あ、そうですか。
だからあれどうなんですかね。ひょっとしたら16巻で終わってるかもしれないですね。まあ、僕的にはもうささっと終わってほしいですけどね。そうですね、うん。あれもだから終わらせちゃうみたいな発言もね、まさに安心さんがしてましたからね。そうですだから15巻読んでたら、なんかそんな10巻以上続く漫画は惰性だみたいなこと言ってて、まるで自分たちが漫画のキャラだと分かってるかのような発言をしてたから、そう、ね、なんかそういう終わらせ方をするんかなって思ってました。ああ、いやだから僕はそれで伝説になってね、まあ、今回アニメ化したじゃないですか、うん。アニメ化する前に自分で終わらせちゃうっていうね。うん、まあ、伝説作ってもよかったんじゃないかなと思ったんですけど、うん、明らかにね、今週からその惰性みたいな日に始まってたんで。もうそれも含めての皮肉かもしれないです。そうですね。長く続くということが皮肉になってるかもしれない。いや、本当にね、やっぱ先駆け男塾のなんか、なんとかトーナメントが終わった後に、来週からはサッカー編だって時のえっていう、なんかそういう感覚がこう蘇った感じがありましたね。まあね、だからちょいちょいこの漫画の中でもそうですね、ジャンプ漫画に対する皮肉とかも出てくるじゃないですか。出てますよね。で、そういうネタがわかるのって、はいはいはい、昔ジャンプ読んでた僕みたいな人やと思うんですよ。そうですね。わかるわかると。はい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 。そういう面白さもあると思いますよ、すごく。それで僕は単純に面白いなと思ったからね。どうなんですかね、ちょっと違う話になっちゃうかもしれないですけれど、うん、ああいうなんかこう、すごい打ち切りに厳しいんですよね、ジャンプって。まあ、昔から言われてますよね。思んなかったらもう実習で終わるっていう。そうですよね。だからそのマガジンとかサンデーでは、そこまで極端な打ち切りっていうのはないんですよね。うん。なんかこれからが僕たちの戦いだ、みたいな。そうですね。その、ジャンプではおなじみですけど。情報元はわからないけど、はいはいはい、その雑誌の傾向として、そうだっていうのはどっかで見たことがあります。あ、マガジンとかはめっちゃ長く育てるって。ただマガジンの場合はすごい編集の意見がめっちゃ入るって。あ、そうなんです。まあ、ちょっと長い目で見るみたいな感じですね、うん。あくまでその商品として漫画を育てていくみたいですけどね。ああ。いや、だから、その、なんつうか、展開をこう奇抜にせざるを得ないみたいなところがあると思うんですよね、ジャンプって。いや、でも本当にまさに僕が中学生の頃のジャンプは本当そうで。はい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 。当時本当ドラゴンボールとか、セントセイヤとか、はいはいはい、はい。男塾がまさに真っ盛りの時は、はいはい、常に毎週引きでしたから、来週どうなるんだっていう。なるほどね。いや本当、筋肉マンなんかそれの代表格ですからね。とりあえずどうなるか引っ張っとけみたいな感じで。まあ本当、だから、でもメダカボックスみたいな漫画だったら、うん、本当はもうちょっと落ち着いてみたいなみたいなところあるんですけれどね。うん、だからなんかこう、やっぱり生きるとは何かみたいなテーマが、すごく語られてるんで、うんうん、もうちょっとじっくり聞きたいと思って、ってたらなんかすごいパンツの方にピーチャー垂れちゃったりとかなんかもうなんとかあの目線だけでもっていうね感じのその見てる方の慌ただしさみたいのはあるんですけれど、それはジャンプの歴史みたいなもんですからね。それもそれがジャンプという雑誌の作風ですから。僕一番今までで衝撃だったのは、うん、ジャンプで高谷っていう、こう、空手漫画、あ、知ってますか？噂では聞いたことがあります。ああ、僕、だから、ずっと読んでるんで、基本的に、まあ、全部読んでるんですけれど、しかも、その漫画は、そんなに、まあ、中堅ぐらいにはいた漫画でですね、そんなに焦らなくてもっていうふうに、読者としては感じてたんですけれど、急にね、展開作らなきゃ、っつってですね、急にこう、本格派空手漫画だったのにですね、うん、なんか次の週になったらファンタジー漫画だったんです。最終的には剣で戦ってましたから、拳使うのやめちゃってましたから、ね。だからちょっとそういう危なさみたいのはメダカボックスにはちょっとちらついてるなっていうのはあるんですよね。ね、キャラクターのね、出方が尋常じゃないんですよね。いやでもまあまあ、でも、ほんと80年代後半とかの漫画とかで逆にそんなんやと思うんですよ。はいはい、はい。例えば、
例が思い浮かばへんな。鬼面組とかって、はいはい、あ、もうあれは逆漫画やからな。なんかその、うん、その作品のキャラクターを使って、シリーズごとに違った感じにしていくっていう。はいはい、ああ、はい、はいはい。だから、そういう意味ではその空手漫画がいきなりファンタジー漫画になっても、別に週刊漫画としては別にありじゃないのとは思うんですけど。あ、ただ今って、どっちかっていうとそうじゃない漫画の方が多いから、うん、そう、ね、目立っちゃい、悪目立ちしてしまいますよね。そうなんですよね。意外に、そうですね。最近の漫画ってこう長く続く漫画っていうのは多いですからね。もう本当決まったちゃんとした世界観の中でちゃんと展開してるんで。そうですね。だからやっぱりそのまあ急展開世代としてはですね、まあなんかすごく共感を覚えながら、なんか我が子を見守るように。まあ、いやでも明らかにそれはもう瞑想した結果でしょ。その空手漫画がファンタジー漫画になるっつろ。いやいや、まあまあ本当にね、まあその瞑想というか、だからその打ち切りの、なんちゅうんですか、そのやり方もひどい時があるんですよね、ジャンプって。うん、なんかその、まあなんかジャンプみたいな話になってきましたけれど、うん、なんかその、昔あの、先駆け男塾書いてた人がですね、うん、爆弾っていう、うん、ボクシング漫画を描いてた時があるんですけど、うん、で、まあ、それは最初、あの、明日のジョーで言うと、うん、力石みたいなライバルと出会うところから始まった漫画なんですよね。ええ、こう初めの一歩で言うと、こう、宮田みたいな、はい、宿命のライバルとの出会いから、ボクシング界に入ることになってっていう漫画だったんですけど、うん、なんか急遽打ち切りが決まったかわかんないですけれど、うん、宿命のライバルをですね、うん、なんと、1ページで倒すっていうね。あれびっくりしましたね。なんかあの、経過報告みたいな感じで、その後宿命のライバルの、なんか誰々を倒し、みたいな感じの、経過報告みたいに伝えられた時はさすがにちょっと、ひどいなって思った思い出があったんで。いや、まあでもよくあるじゃないですか、ジャンプそれ。ありますかね。なんか雑魚キャラの戦いが変に長引いてしまって、はいはい、肝心な主要キャラとの戦いがダイジェストになってしまって。ああ、ありますよね。いや、だからね、すごいメダカボックスに関してはですね、ちょっとコミックで追っかけてる沢田さんには悪いですけれど、びっくりする終わり方すると思いますけどね。ジャンプ漫画に、ジャンプ漫画の楽しみ方としては、はいはいはい、家庭じゃないですか。オチとかまとめ方に期待しちゃダメですよ。あ、そうで、あ、そうなんですね。あ、そこをちょっとまだジャンプ漫画を読んできた割には覚悟できてませんでした。だってジャンプ漫画で納得のいく終わり方したやつってありますか？まあそうですね。さっきの鬼面組ですら夢落ちできたからね。そう、あれびっくりしましたからね。あれもびっくりしましたから。あ、なるほどね。そうです。だからやっぱりね、その一つの話として完結させるっていう意味では、はいはいはい、やっぱサンデーとか読んでる方がまとまりなる漫画読めるじゃないですか。雑誌の問題になってくるわけですね。僕の雑誌の問題だと思うんですよ。だろう、だからこの僕のそのメダカボックスを見ててハラハラするっていう気持ちがどうしても落ち着かせたいんだったら、来週からサンデーを読んで、そう、サンデーとか読んで、あ、なるほど、アームズとか読んでる方がだいぶ落ち着けると思うんですよ。そうですよね。だからもう、そういう意味では、そのサンデーはちゃんとお話として完結させる雑誌っていうイメージですよね。ジャンプは、そのまさに、毎週の浮き沈みでこう、ハラハラする、その過程を楽しむ雑誌じゃないですか。だからね、若干その人吉くんも振り回されてる感じっていうのがあるんですよね。うん、まさにそうですね、人吉くんなんか物語上でだいぶいろんな人に振り回されてる。いや、振り回されてますよ。だからもしあれがサンデーで連載してたら、人吉くんももっとこう、二代目たっちゃんとしてですね、もうちょっと落ち着いた、ポジションでなんか、その、キャラ構成できたんでしょう。そうそう、普通に成長物語が描かれてたんですけどね。途中でなんかこう、特殊能力の目とかを、持っちゃったりとかね。うん、やっぱジャンプ漫画に、の傾向としては、そうじゃないですか。ね、修行を一段抜かして、分不相応な力が突然手に入るっていうの。そうですよね。そうなんですよ。とりあえずもう、4年後とか2年後に集まっちゃう癖ありますからね。俺いつもね、そのジャンプ漫画でね、はい、昔からら、これはもう完全に中学生の頃とかで読んでた時から疑問やったのが、はい、友情、努力、勝利っていうのは嘘やろって思ってて。まあ一応テーマとして掲げてはいますけど。友情と勝利はまあええとしても、はいはい、努力って嘘やなって俺いつも思ってて。まあまあ、ちょっといろいろ気が
ねえ、ちょっとジャンプの呪縛から解かれてしまうぐらいいろいろなことを気づかされてますけど、完全にだって出てくるキャラクターは初めから強いじゃないですか。そうですね。その0から100になるんじゃなくて、100が110になる話じゃないですか、ジャンプ漫画ってね。なるほど。だからそういう意味で努力っていうのは嘘やなってすごい思ってたんですよ。なるほどね。だからその自分も頑張ったらどうにかなるっていう感があまりね、そう湧き上がらないかもしれないですね。だからメダカボックスってちょいちょいそこをあの皮肉で突っ込むじゃないですか。はいはい、はい、それがおもろいなと思って見てるんですけど。そうですね。だから本当にね、そういう部分をちゃんとこれからもついてってくれると思うんですよね。うん、まさにそのまあ、メダカの存在自体がなんかもうそういうやつだろうみたいな感じの描かれてるのがおもろいなと思って、だからそういう意味でその長年ジャンプに対する疑問を持ってた僕としてはそういうところが面白いんですよね。ああ、なるほど。だからその僕はてっきりその15巻まで読んでて、はいはいはい、この15巻かけてメダカをラスボスにする前振りやったんかなって思ってたんですよ。でそこが結構僕の中で盛り上がりポイントやったんですよ。ああ、わかると、まさにメダカはボスやなと。そうですよ。だから途中で主人公を一押し君にするっていう、うん、まあ言ったら画期的なことをしたわけじゃないですか。だからね、もうちょっとね、劇的な、伝説的な終わり方を僕は期待してただけに、まだわからないですよ。これから先わからないですけれど。ただ、安心さん編ではそうならなかったっ、ね。ならなかったっていうことで、その、本当は最終回にするつもりだったけど、うまくいかないね人生ってっていう、なんかそのなんていうんですかね、当たり障りないところに落ち着いてしまった感が、綺麗にまとめやがってみたいなね。でも本当僕の希望としては最後はメダカをラスボスにして負けてほしいところですね。ああ、そういう意味でね、ちょっといいやつになっちゃったんで、でもやっぱりどうなんやろうな。俺最近のジャンプのターゲットが何歳なんかがいまいち分からへんから何とも言えないですけど、小学生とかからするとそういう展開はこういまいち理解ができないのかもしれないです、ね。まあそうなんじゃないですかね。だからまあ小学生のこうジャンプ何が面白いんでしょうね、本当に。ワンピースとかナルトじゃないですか。ワンピースですら僕危うい気しますけどね。まあナルトとかでもなんか意外になんかこう理屈っぽいですからね。あ、はい。だからそう考えるとなんか、まあ昔はみたいな話よくないですけれど、なんかほんとアホみたいな漫画しかなかったって。確かに、ね、それを象徴する、まあ、ジャンプ漫画といえば筋肉マンなんですけれど。まあ筋肉マンはね、でもあれ最近なんかよくネットニュースとかでも見るんですけど。ああ、はいはいはい、はい。ゆで卵がそうだって話なんですね。あれは。筋肉漫画とかじゃなくて。ああ、なるほど。もうゆで卵の頭がちょっと。そうだって。枯れちゃってるっていうこと。僕この前ちょっとびっくりしたんですけれど。うん、今プレイボーイで筋肉マンの続きみたいな。やってますね。はいはいはい。あの、全く同じことやってましたね。あの、ツタンカーメンみたいのが、あの、ストローで血吸ってました。全く同じことやってましたからね。いやー。懐かしいとかじゃなくて、全く同じことやってたんで、さすがって思いました、ね。まあ、ゆで卵がそうですよ。ゆで卵の引き出しにはそれしか詰まってないんですよ。いやいや。なるほど。それをどこで面白いだろうみたいなね、うん、顔してこう発表するみたいなところが、うん、あ、まあ、ペンネームがゆで卵でそこに主役されてますけれど。そうですね。まあ、よくそれで当時の人たちはセンスあるなと思ったな。だから、まあ、そういう歴史を経ての、やっぱメダカボックスだったので、だからもう一回ぐらいね、うん、頑張ってほしいなっていう思いはあるんです。ね、いや、なんかあるんちゃいますかね、そういうの。なんかこの西尾維新自体がそもそもすごいジャンプ大好きで。ああ、そうなんですか。なんか、まあ、ウィキペディア情報、みんな大好き、ウィキペディア情報でしかないんですけど。はいはいはい。なんかすごいジャンプ漫画が好きで、漫画家になろうと思ってたけど、はいはい、なんか、漫画家無理やと思ったから小説家になったみたいなこと書いてあって。そう。いや、だから、今回そのジャンプを愛してきた世代にとっては、メダカボックスっていうのはぜひ読んでもらいたい作品になってると思うんですけどね。まあね、なんか逆にこれがすごく鼻につく人もいるんだろうなと思いながら読んでますけど。ああ、なるほど、ね。そういう意味ではまあ僕と沢田さんはまあ、とりあえず今のところ安心さん推しっていうことですね。でもなんかそういう完結をしてしまったのであるならば、ちょっとキャラ的な魅力はもしかしたら半減するかもしれないですね。ああ、そう、そういう風になっちゃうわけですか。
ああ、だからまあ、メダカちゃんの今後に行きたいっていう。ね、でもメダカのね、キャラ造形とか性格も含めてね、もう本当なんか嫌いなんですよ。いや、まあ、そうですね。前も、まあ僕、前回タッチの回にね、出させていただきましたけど、まあ、あの時も相当みなみちゃん嫌いでしたからね、さあ。そうですね。やっぱりね、その、近寄りがたい女性、まあ、近寄りがたいじゃないな、完璧すぎる女性っていうのは、ね、逆に気持ち悪いですよね。ああ。やっぱ隙がないと。あ、隙がないと。隙がないと。ああ、そういう意味だと、まあ他にもね、まあメダカボックスっていろいろキャラクターありますけれどね、結構病んだ感じのキャラクターとかもいるじゃないですか。あの、ひとしくんのことを好きだった、はいはいはい、M 返さんでしたっけね。じゃあ、触ると腐っちゃう。触るとすごいかわいそうなね。悲惨な能力ですね。いや、本当のなんとか菌っていうのをね、もうリアルに表現しているキャラクターが。いやでもそういう意味では、もう女性キャラすべてどこかなんかコンプレックス持ってる人ばっかりだから、ね、どいつもこいつも好きになりにくいですよね。あ逆に。あ、そう、そうですね。そう考えると、あんまりこう、あんまり好きなキャラクターっていうのがね。ああ、そうな。あの、風紀委員の、はいはいはい、はい。あの、子供のお守りしてる人。ああ、あの、メガネかけて、ね。そうそうそう。はいはいはい。デザイン的にちょっと好きやなって。ああ、なるほど。やっぱりその、けどあの人も、やっぱりあの漫画に在籍してるぐらいですから、ちょっとほじくったらすごい闇持ってそうですけどね。持ってるでしょうね。だから、そうですね、あの、さっき言った働かないとかね。まだちょっとそのキャラクターがこう、あんまりはっきり出てないあたりのキャラクターの方が、まだ親しみがあるかもしれないですね。とにかく濃いですね、あの漫画は。ちょっと出てくるキャラクターがみんな。沢田さんはちなみにいつまで見てたんですかね。これね、あの前回ジョジョの時にも言ったんですけど、厳密にいつまでかな、2000年前後までじゃないですかね。やっぱりその中高生の頃は本当毎週読んでたし、はいはい、まあ大学生の頃も読んでたな。やっぱり大学卒業してから、社会人になってからかな、読まなくなったのは。あのルローニケンシンとかまではもうバッチリ見てた。そうですね。だからね、なんやろな、あの、まず僕の場合は明確に、あの、結婚するっていう時になった時に、はいはい。あの、僕の個人的なお金の使い方っていうのを全部洗い出した時に、はい。毎週買ってるジャンプが無駄っていう結論に達してしまったんですよ。ああ、なるほど。わかんない。じゃあそこら辺からちょっと話してき。そう、だから、要は、中高生の頃は純粋に面白い漫画というコンテンツを、お金で買ってたんですけど。まあそうですね。いつからかそれが、その習慣化して惰性になってたんです、ね。面白いか面白くないか関係なく。いや、わかります。習慣化してるんですね。とりあえず、先週も買ったから今週も買おうみたいなことになってて。はい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 、で、独身の時は全然それで良かったんですけど、はいはいはい、いざじゃあ結婚するぞってなった時に、まあいろいろお金も必要や、入りようやってなった時に、まあね、はい、一回自分のそのお金の使い待ちっていうのを全部、あの、洗い出してみようと思って。思った時期があったんですね、はい。はい。洗い出さなくちゃいけない状況があったので、はいはい。バーって洗い出してみると、はいはい、要はそこで一番無駄やなって、だったのが、あの、ジャンプとタバコ。ああ、なるほど。やったんですよ。タバコはよくね、話題に出ますけどね、はい。で、なんでそれを無駄、だからどういう基準でそれを無駄だと判断していったかっていうと、はいはい。なくても死なないっていう。いや。まあ、極端ですけど、なくても死なない極端ですけど、なくても、あってもなくても困らないものっていう選択肢で選んでいったら、ジャンプとタバコと缶コーヒーやったんですよ。なるほど。意外にすごい身近に感じるものですけどね。そう、惰性で、これは惰性で買ってるよなって。ああ、なるほど。で特に、はい、ジャンプとタバコと缶コーヒーでしたけど、ジャンプっていうのは週刊誌全般でしたから、はいはい、本当サンデーマガジンとかスピリッツとかも買ってたから、ああそうなんです。週刊漫画雑誌を毎週ほとんど買ってたんですね。はいはいはい。でそれを合算すると月でごっつい金使ってんなって思って、ああはいはい。あ、じゃあそのジャンプをっていうんじゃなくて、その週刊誌をっていう発想だったわけですよね。はいはい、それは。で、もう。でかつジャンプだけ差別されてたわけじゃない。そうそう。まあ、ジャンプっていうのは週刊漫画全体を指してジャンプだったんですけど。ああ、なるほど。はいはいはい。でかつそこで読んでるものなのに、うん、単行本を買ってたんですよ。じゃあもう単行本だけ買ったらいいじゃないって話になって。ああ、あ、だからそのジャンプ読んでる時も単行本は買ってたわけですね。そうです。
ああ、そこでその、ジャンプをやめたことによって、うん、単行本欲が増したとか、そういう症状はないんですかね。単行本欲が増さないですね。結局、その、面白くないと買わないじゃないですか、単行本。ああ、はいはいはい。単行本惰性で買わないですから、ジャンプ買おうが、買おうが買いまうが、買いまうが、面白くない漫画は買わないですから。あ、だからそこも含めて、週刊誌を読む必要性っていうのがないなって、結論が出てしまって、なるほど。ジャンプをバッサリ買わなくなってしまったんですよ。はい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 。で、いざ買わなくなったら買わなくなったで、困らなかったんですね。いや、だから確かに今のその、なんていうんですか、値段的には単行本もね、まあ言ったらそんな昔から値段も上がってないですしね、まあ良心的な値段ですけど、単行本を惰性で買わないというのはすごいわかりますね、なんか。なんかそのブックオフとか行くと、なんかその大量にある缶みたいなのの、途切れる瞬間とか見たりすると、なんかわかるわって思ったりするんですよ。あ、そうそう、なんかその、みんなが H2 とかの途切れてる関数とかを見たときに、うん、あ、俺もここで興味なくなったわって。みんなが諦めて打ったポイントですからね。ポイントがね、すごいわかるんですよね、なんか。大体そういうのって、はいはい。にゃんわりと共通してると思うんですけどね。そうですね。あれ、だから、そういう意味で、そのジャンプっていうのでも、惰性で読んでた人が辞めれずに読んでたっていう時期は、僕も今振り返ったらある気がしますね。まあさっきその冒頭で言ったかわかんないですけど、義務になってるみたいなところですね。ほんでね、その、まあ出版不況と呼ばれる昨今ですから、はいはい、できればやっぱり漫画好きとしてはいろいろ還元したいとは思うんですけど、うん、はいはいはい、正直ジャンプって、はい、もう買わなくてもどこでも読めるじゃないですか、最近。そうですね。今やったら喫茶店とか絶対あるじゃないですか。絶対ありますね。はい、うん、だからね、僕結構、週、たまにその2週間に一遍ぐらいは近所の喫茶店に行って、はいはいはい、ジャンプサンデーマガジンをまとめて読んだりしてるんですよ。なるほど。だ一応まあ、パラパラとは確認してる。うん、はい、ね。ただもう、現時点では、面白い漫画はもう単行本で買うってことを決めてしまってるから、はいはい、はい。その喫茶店でジャンプとか読むときはもうメダカボックスとか読まないんですね。あー。その単行本で買ってる漫画以外を読んでるんですよ。まあ、と、うん。ってなってくると、そこまでおもろい漫画がないなって最近思ってしまって、あー、そう。ますますそのジャンプ読まないのに拍車がかかるんですよね。別に読まなくていいわっていう話になっちゃって。はいはい、ちなみに今、その、沢田さんがジャンプで読んでるっていう漫画って。まあ、厳密にはその、買ってる単行本ですよね。そうですね、買ってる単行本です、ね。メダカボックスとバックマンだけですよ。ああ、そうなんですか。はい。ワンピースとかナルトとかそういうのはもう全然興味ない。いや、全然興味ないっていうか、以前は読んでたけど、はいはいはい。読まなくなった口。ああ、そうなんですか。なんかね、昔はね、ワンピースとナルトとブリーチも読んでました。はいはいはい、はい。でもブリーチは、はい、いつ読んでも多分理解できるからって言って。まあまあまあ。そうですね、なんか読まなくなってしまって、もう毎回読んでも展開が同じやなっていう。はい、まあそうですね。ワンピースはね、文字が多くなってきてから読まなくなりましたね。読みづらいと思って。ああ、そうですね。で、ナルトは、はい、画面が白くなってきたから読みづらいと思って、最後のだけよくわからないんですけど、なんか、ナルトって読みづらくないですか、画面白くて。白くてってどういうことですか、なんか。なんかね、なんか、はいはい。人物も背景も同じ線幅で描かれてるから。ああ、なんかこう立体感がない。そう、なんかすごい。手が疲れる。これね、完全に年のせいやと思うんですけど、その、ワンピースにしても、はいはい。もう目が疲れるんですよね、結局。ああ、なるほど。まあ、いろんな理由で、いろんな人がジャンプから離れてってるっていうね。そうそう。要はその、目にかかる負担を超えてまでの面白さを感じなくなってしまったんで。なるほど。まあ、ぜひね、これからの漫画家には、その目の負担とかもね、考える。いや、だからね、ほんとね、ラーメン屋とかに行くと、はい、漫画アクションとか漫画娯楽とかが、わかる気もしますもん。ああいう方が読みやすいですからね。ああ、なるほど。やっぱりこれから自分が読む漫画とかも、線が太い漫画っていうのは好みになっていくんですかね、やっぱり。わかりやすい。図形として分かりやすい漫画ですよ、ね。ああ。だから一つだけ自分の中で分かってることがあるんですけれど、うん、南の帝王がどんどん好きになってってるっていう傾向は、まあ、感じてますね。なんか、あれを見ちゃう感がすごいなっていうのは思ってますね。
インテリバトルについていけなくなったっていうのが理由の一つで、うん、能力バトルにね。能力バトル。能力バトルに。やっぱああいうのって週刊誌で読んでると、前回まで何やったか覚えてないんですよ。はいはいはい。だからわけわからへんくなってきたっていうのがあって、うんうん、でそういうのと同じように、やっぱりその、はい能力バトルが流行ってきたじゃないですか、そのジャンプの中で。能力バトルっていうのはその知識バトルのことで、ね、要は、じゃんけん、もっと複雑化したじゃんけんみたいな感じで。うん、そうですね。こいつに勝つには、こことこことここと。まあ、多分あれはね、トカシの影響もあると思うんですけど。ああ、それ、あ、そういうことですね。ハンター。ああ、はい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 、そういう。あれがね、もうなんか、読んでてね、わからんと思って。そういう意味でもうテンションで押す漫画の方が最近好きだから、ああ。南の帝王とかが面白く感じるのもわかるんですよ。ああ、そうですね。南の帝王も一応その金の貸し借りとかのトリックであったりとか、はいはいはい、なんかその登場人物のキャラクターの立場を利用しての大逆転とかもあるんですけど、うんうん、まあそうですね。基本テンションじゃないですか。いや、そうですよ。最終的にはあの、萬田銀次郎の男気で書いて。そう、ね。ああいうのがもう楽に読めちゃうんで。なるほど。面白く感じてしまうんですよね、ああいうの方が。だからまあそういうなんかもうジャンプに対しても曲がった見方をしてるっていうのが、やっぱメダカボックスにも繋がってるのかもしれない、ね。そうですね。だからメダカボックスも最初結構インテリ風というか理屈で戦う漫画なんかなって思ってたけど、全然そうではなくて、ね、意外とテンションで乗り切ってるんで。いや、ほんとそうですよ。はい。理屈なんかクソくらい的な感じでテンション乗り切ったりするから。なんか、そうなんですよね。だからそこの、なん見てる人とか、そういうことを本当に悩んでる人からするとですね、うん、なんか、じゃあどう乗り越えたんだっていうことになるんですけどね。うん、なんか結局あの、誰もが抱えてる悩みをですね、うん、最終的にはなんかこう、おりゃーっていう感じで乗り越えるわけですからね。うん、もうちょっとあそこをちゃんと描いてくれよって思うんでしょうけど、まあそこはジャンプ漫画のいいところかもしれないですね。僕は逆にジャンプ漫画にはそれ望むんですよ。ああ、なるほど。要はその登場人物の複雑な心理描写とかを得て、はい、みたいのであんならば、それはもう青年誌を読めばいい話だ。ああ、そうですよね。だから確かに、そういうリアルに描いちゃうと、まあ確かに生きてるって、そんなもんかもねっていう寂しい結論にね、うん、なんか至りがちな感じもあるので、うん、そういう意味では今の世の中にそのジャンプ力みたいのはあってもいいかもしれないですね。なんとなく気合で乗り越えちゃったみたいで、それに当てられた人は現実社会で気合では乗り越えられないこともいっぱいあるってことがわかるんですよ。わかる。あの、だからあんまり、未だにジャンプ読んでると、あの、社会とかに多分出ちゃったら、いつまでも夢を見てる場合じゃないって、残られちゃったりするかもしれない。バランスよくやっぱり読んだ方がいいかもしれない。そうですね。だからそういう意味でね、そのさっきも言ったけど、その、友情努力勝利じゃないっすよ。そうです、ね。全然。いや、それはね、ちょっと目から鱗ですね、うん。一番描いてないですね、努力の部分を。そう。とりあえず、その努力の部分は2年後に、その目のところに傷が入ってる感じで、こう全部賄っちゃう感じですね、うん、その。ヤムチャも、まあ、今回で言ったらあの、ワンピースのゾロもそうです。あれが努力の証です、みたいなので、片付けちゃってるとこはありますよね。友情もちょっとは疑問ですけどね。まあ、その、まあ、聞くと勝利も危ういですけど。勝利は、要は、はいはい、要は勝利、まあまあ、勝利は勝利してるじゃないですか。ただ、最終的には力でねじ伏せるっていう。それ勝利ですけど。それって勝ってるってことかなってことになりそうですけど、うん、友情への疑問っていうのはどこら辺に感じますかね。結局、そのジャンプの黄金パターンとしては、敵だったやつが味方になるってことじゃないですか。でも、それって本当に友情かっていう。いやけどやっぱりそのなんか全てをこう受け入れる、相手の悪いところも受け入れるっていうのはどうですかね。味方によっちゃ単なる服従じゃないのかっていう、ね。ああ、そうですよね。まあ確かにワンピースとかでも、なんていうんですか、もう なんか、クロコダイルって知ってますか、ね、ああ、そこは知ってます。知ってます、はい。もうあれなんかね、散々悪いことやってきたやつなんですけどね。うん、ちょっとあの、一時期つるんだりしてましたからね。マジで？いや、だから本当にもう殺人犯の被害者の家族、一緒に住んでるぐらいね。そう、だから、はい、やっぱそのジャンプ漫画昔からの疑問が、その敵が寝返った時に、
なんか全て許された風になってるけど。なるほど。ベジータとかもだいぶ人殺してんぜとか思うわけですよ。ああ、なるほど。だからそれって友情というより、ちょっとお前ら頭いかれてんじゃねえかっていうことになるってこと。友情ではないんじゃないかなっていう。なるほど。で、それが、そのメダカボックスでも、なんか15巻あたりで、はい、その人吉がそのメダカちゃんに勝つのをイメージするときに描かれてるじゃないですか。はいはい、はい。なんか暴力で組み、伏せたらそれは勝ちになるのかとかね。いろいろ考えてますね。そういうところが見てて面白いなっていうのがあって、それは昔僕がジャンプ漫画を読んでて思ってたことを、そうですね、まさにそうだなって。いや、本当にそうなんですよ。だからそういう意味で答えを出してくれるはずだったんですよね、人よりね。はい。まあ、僕はまだそこまで見てないからなんとも言えないですね。そうですね。まあその後にちょっとぜひ結論をいただきたいですけど、まあやっぱりなんかね、沢田さん、これ沢田さんを責めてるわけじゃないんですけれど、やっぱり沢田さんと喋った後ね、なんかやっぱり好きだったものが嫌いにちょっとなってるって傾向がね、なんか若干ある気がするんですけれど、いや、わかんないですけど、なんとなく僕、来週からジャンプ、まあゴールデンウィークで一週休みだし、ちょっと買うのやめようかなぐらいなね。そのやっぱ努力、友情、勝利ってとこちょっとね、どうなのかって話をしちゃったんで。逆に今じゃあ、徳間さんが、はいはいはい、なぜジャンプを買っているのかっていう理由を喋ってくださいよ。ああ、なるほど。まあ、さっきね、まさにその代表的な惰性っていう話はまず出ましたよね。はい。習慣だった。まさに僕も、その、沢田さんと僕はなんか勝手にですけど、うん、ちょっと似てるところがあるなっていうふうに思ってて、はい、僕もなんかその、タバコと、まあ、缶コーヒーではないですけど、惰性だったものを一回やめた時期があったんですよね。もう本当になんか、一回さらになりたいみたいな、感じの時期があったんですけど、それでもジャンプっていうのはくっついてきたんですよ。はい、はいはい。で、その価値が何やったんですか？それが何なんですか？惰性以外になんかあるはずですよね。うん、なぜそこで手放さなかったのか。ああ、まあ確かにね、僕ちょっと私生活で、ちょっと夢見がちなところがあるんですね。はい。ちょっと自分でも最近危ないかなって思うぐらい、ちょっと夢見がちなところがあるんで、うん、はい、で、まあ、やっぱりこの友達なんかと話しててもですね、まあ、僕今その宣伝じゃないですけど、デストロイラジオという、はい、はい、ポッドキャストやらさせてもらってるんですけれど、その中でもちょいちょい意見が食い違い始めてきたぐらいですね、うん、もうお前、大人なんだからってね。ああ、はい、はい。こう、柔らかく諭されるような傾向が出てるんで、大げさかもしれないですけれど、唯一の理解者かもしれないですね、ジャンプ。ジャンプが。はい。なるほど、なるほど。徳間さんはロマンを買ってるんですよ。そうですね。なんかね、唯一ね、ジャンプの、まあ、もっと大げさに言ったら、ジャンプの編集者の人だけはなんか僕の人生をね、なんか肯定してた。ちょっとそういうジャンプに。あ、わかります、わかります。過剰な期待しちゃってるわかります、わかります。ジャンプは夢を、はい、夢を追いかけてるやつを裏切らない存在ですから、ね。そうですね。だから僕がね、実際にジャンプ編集者に行ったらね、うん、ちゃんとしなさいって多分怒られると思うんですけれど。そうそう、だからその、現実の社会としての集英者ではなくて、ジャンプという存在は、夢を追いかけるものを肯定する存在ですからね。いや、本当そうです。確かにね。あ、わかった。そういう意味では、友情努力してるよりはその通りですよ。だからこれね、今、ふと思いましたけど、うん、ジャンプに出てる人たちね、うんうん、ほとんどちゃんと働いてない人ばっかりです。ほんまや、ほんまや。ちゃんとした人一人もいないですよ、ね。ほんまやな。ほんまですね。究極のもう代表する漫画のドラゴンボールのね、悟空に至っちゃうね。うん、そう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 。すごい。あ、そうやね。ニートっぷりがすごいですから、ね。そうやそうや。でも悟空は純粋に戦うことだけを渇望して生きてきたけど、そんな人生も肯定するのがジャンプなんですよね。で、周りもなんとなく許してますからね。そうですね。あれもっと悟空をその精神的に追い詰める展開とかも他の雑誌だったらできますからね。あれもしあれドラゴンボールが講談社のマガジンで連載されたらもっとメンタル的に悩んでたかもしれないですね。メンタル的にそのもっと開示的にね。あと悟空を絶対殺したるんだっていう復讐者とかが現れてたかもしれないですね。いや本当にもう絶対こうもっとむごいやり方でね。なるほど。だからそのなんか結局父とかご飯とかね、うんうん、さらわれてもね、うん、なんかやっぱりその生き返るからみたいな、うん、無茶した行動するじゃないですか、うん、悟空って。
だからもうちょっとね、なんかその追い込まれてない感じがジャンプには唯一あるのかも。なるほどね。なるほど、なるほど。それはロマンですね。はい、そうですね。ロマンですね。だからそういう意味で言うと、僕が少しでも明日からしっかりしたいんだったら、買わない方がいい。こういう意味では、まあ、ちょっとこのままジャンプを読んでていいのかっていう部分と、うん、まあ、これからも読んでいこうっていう部分を葛藤しつつですね、うん、来週も、はい、買っていきたいなと。そうですね。上から、いや、もうそれも、ぜひ買い続けてください。はい。これ買っていく方向でいいですかね。全然構わないと思います。はい。まあ、あと、メダカボックスの話があんまりしてないのも全く問題ないです、ね。いや、でもね、この話をして、ちょっと思ったのが、はいはい、安心さん編が、はいはい、そういう終わり方をしたのが、はいはい。わかる、そういう理屈で、ちょっと納得しました。ああ、なるほど。だからそれが、つけなかった。そうそう。ね、どこまでも最終的にジャンプを皮肉ったり、はいはい、そのメタ視点的に漫画というものを切った終わり方をすると、現実になってしまうから、あ、そういう割り方できないんですよ。なるほど。ネタとしてはちょいちょい交えていったとしても、最後は夢で終わらせないといけないから、はい、だから安心さんもそういう終わり方をしたんですよ、きっと。だからその作家がどっちの気持ちだったかわからないですけれど、うん、もうそれは作家がどっちの思いだったとしても、その、もう編集長としてはもうそこだけは。まあ、編集長というかジャンプとしては。ジャンプとしてそこだけは譲れない。そういう終わり方はしなくちゃいけないっていうね。現実を見せちゃダメなんですよ、ジャンプ。現実を見せちゃダメだ、つってね。あ、だからこそ、まだ終わらないし、まだ続くんですよ。まあ確かに、最近の漫画だったらね、あそこでその、なんていうんです、主人公が死んじゃう衝撃のラストとかね、うんうん、ありそうですもんね、うん。そういう意味ではなんか、ほっとさせられた感はあります。そうですね。ジャンプならではですよ、ね、やっぱりそこは。んで、まあ来週あたりに、これから、俺らの戦いはこれからだって終わってくれれば、うん、最後までうやむやで終わる。そう。それも納得いますね。逆にそのジャンプの打ち切りが、俺たちの戦いがこれからだと終わるのも、そうですね。要は夢を見させて終わってるんですね、あれはね。うんうん、この先の話をあなたたちの自由に考えてもらって結構ですよっていう。なるほど。あくまでどこまで行っても夢を見させる終わり方をするのがジャンプですよ。そしてジャンプの読者は都合のいい方向で考える。そうです。そうですね、やっぱり。だからね。僕の、だからその友達に言われる楽観的な考え方っていうのはやっぱりそのジャンプから生まれた思想ですね、やっぱり。うんうんうん、そうですね。なんかいざとなったらなんか髪の毛金色になるみたいな、ね。どこかで一発大逆転あるだろう。どこかで一発大逆転みたいな、急にこう身にまとってた服が金色に光り出すみたいな、どっかでちょっと都合のいい考えみたいな、ね。そうですね。潜在能力は誰にもありますからね。誰にも。秘められた能力がどこかで開花しますから。ってまだ思えてまあけど本当に面白いね、漫画なんで、ちょっと。あれですね。ちょっと今後どうなるかっていうのは。いや、そこはちょっと期待ですな。期待してる。どうまとめるのか、その夢を描かなくてはいけないジャンプという雑誌の中で。まあけどね、やっぱ一個は皮肉ってほしいと思ってるんで、だからその、なんていうんですかね、こう、絵柄は全然違いますけれど、うん、ある意味もう漫画太郎ぐらいのインパクトを僕は感じているんで、はいはい、僕は漫画太郎の最終回には常にね、はい、衝撃を受けて。そうですね。それぐらいの意気込みで終わらせてほしいです、ね。はいはい。まあ、あれ、漫画太郎、まあ、漫画太郎も一応ジャンプなんで、漫画太郎がチャンピオンで連載してた漫画があるんですけれど、うん、それ途中から修行期間っていう、まさにこう、ジャンプを、こう、なんつうの、象徴するような展開にあえて持ってってですね、うん、でも主人公が最初メガネをかけた少年だったんですけど、うん、修行始めたら、悟空と同じ顔になって、自分のことオラっていう、もうそこまでもう完全にジャンプを象徴するような表現をしてですね、修行の途中に主人公が死んじゃうっていう最終回でしたね。だからまあ、それぐらいのインパクトをね、僕は欲しいなとは思ってる。ああ、そうですね。はいはいはい。まあ、一個ぐらいは、そういうひねくれた漫画もあっていいんじゃないかなと。もう、メダカボックス最後全員死んでほしいですね。そういう意味では。みんなでも殴り合って、もう、命をやり取りをして、もう誰もいなくなった。いや、本当に。特殊能力を持った人間は全員いなくなったんだ。いなくなった、もう。で、ここに来てフラスコ計画を終了したのだ、みたいな。そう。デビルマンみたいな終わり方してる。
じゃあまあちょっとだから澤田さんがねちょっと今回15巻まで見てるっていうのはねかなりやっぱりそのターニングポイント的なとこだったんで。なるほど。はい。これはねまた出たいからとかじゃないですけどね。第2回あるかもしれない。そうですね。その16巻以降の展開で僕が何かをこう感じたものがあれば。感じた場合はこれはねまたこれあるかもしれない。そうですね。ちょっとそれは期待していただければ。あ、まあ、その期待は何に対する期待なのかというと、徳松さんが狭さに出れるかもしれないとい う, う徳松さんだけの期待として。はい。僕が出たい。出たかボックスとかじゃなくて。はい。こんな感じですね。わかりました。だいぶ長く話してきましたから。そうですね。だいぶちょっともう長く話したんで、もう、そろそろ。終わりということで。終わり、まあ、最後にちょっと、徳松さんの、はい、番組宣伝して書いてもらっていいですよ。宣伝みたいのをして大丈夫ですかね。はい。はい、あの僕は普段ですね、デストロイラジオというですね、一応触れ込みとしてはですね、世界一優しいラジオというね。デストロイなのにね。はい。まあデストロイなんですけど、まあいろんなテーマをですね、破壊をテーマに、まあ、テーマをやってるんですけど、まあ、つい最近なんかではもうパンの話とかしてます。優しい。全く優しい方向に行ってるんですけれど、ちょっとね、これまだわからないですけれど、はい、その狭さじゃないですけれど、はい、僕らももう90何回ぐらいやってまして、ほうほう、もうすぐ100回に到達する勢いですから、もうちょっとその100回をね、区切りにですね、わ、うん、かんないですけれどね、こうちょっとしたこうリニューアルじゃないですけれどね、うん、ちょっと変えていきたいなって思ってますので、はい、ぜひ今日のこのメダカボックスの回を聞いてですね、少しでも興味を持った方がいればですね、うん、これなんか自分から言うのやらしいですけど、あれですよね、なんかブログになんかこう、URL みたいなの出ちゃったり。はい、一応記事からリンクしておきますよ。これ本当に自分から言うのやらしいですけどね、そちらからぜひ、見ていただきたいなと、思っておりますので、うん、よろしくお願いします。はい。はい。はい、というわけで、はい。終わりましょう。はい。お送りしたのは澤田信也と、徳松でした。それでは皆さん、さよなら。さよなら。